これで、第6回、男性合唱団アルシェ、演奏会の方をすべての演目終了させていただいております。いただきました、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、私たち男性合唱団アルシェは先ほど、玉川あの第3ステージ の, あの司会の方からもお伝えしておりました通り、京都産業大学フリークラブの OB 合唱団でございます。この京都産業大学に私たちは、誇りを持ってですね、卒業してからも、各地で活躍させていただいております。この京都産業大学、実は再来年2015年に50周年を迎えることになっております。そういったこともありまして、ぜひですね、今日の、このステージの最後に、京都産業大学の学歌を、歌いたいというふうに思っております。ありがとうございます。で、今日はですね、京都産業大学の、グリークラブの OB の方々も皆さんも客席にたくさんおられますので、ぜひですね、一緒にステージで、最後の京都産業大学の学歌は歌っていただきたいと思っております。ぜひ前の方に、ステージの方にお越しいただければと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。またありがとうございます。また本日は、京都産業大学の学長でいらっしゃいます藤岡先生にも会場にお越しいただいております。藤岡先生、ぜひステージの方にお越しいただけますでしょうか。一言いただければと思います。一言、学長の藤岡でございます。一言ご挨拶方々お祝い申し上げたいと思います。第6回のアルシェの演奏会ということで、非常に、一昨年第5回の時に参りまして、アットホームの中にも非常に成長な歌声を聞きまして、本当にアルシェ班に改めてなったわけです。今日またこういう機会を得て、第6回が盛会に開かれたということを非常に嬉しく思っております。最後の三好達治の死をああいう形で演奏されたということで、若き青春時代に三好達治の死を読んだことをまざまざと思い浮かべました。非常に、ありがとうございました。また吉村先生の下で密かにスナック嵐をやっていたんじゃないかと思うような、愛しい君へのセクションの中でそういう姿も見かけられましたけれども、まあそれは一つの大きな財産になっているんだろうと思います。非常に、こういう澄んだ歌声の中にアットホームといいますか、非常にくつろいだそういう雰囲気を醸し出すこの歌声が永遠に続きますように私ども祈っております。ご承知のように、先ほど司会からもございましたけれども、2年後、2015年に我が大学は50周年を迎えます。卒業生が今年で13万を超えました。これを13万と言いますと簡単でございますけれども、人口の約1000人に1人が本学の卒業生であります。そう考えますと隣におるというような状況があるんだろうというふうに思っております。これからも昨年、この2015年に向けてのキックオフ宣言をやりましたけれども、まあ、それを機会に約これから2年間余りいろんな諸行事が内外で行われます。ぜひとも本学のホームページ等をご覧になって、いろんなイベントにまたご参加いただき、本学のこれからの方向性とか、あるいは発展の姿をぜひご覧になっていただきたいということを、この機会に
お願い申し上げまして挨拶に帰りたいと思います。本当に成長なそういう歌声をいただいた皆様にありがとう改めて御礼申し上げます。で、関係者の皆様にもちょっとお一人お一人お名前申し上げませんけれども、遠かられた先生方あるいはずっとピアノ弾いている山口さんとかいろいろお話ししたいんですけれども、長くなりますのでこれにて御礼の言葉をさせていただきます。ありがとうございました。学長ありがとうございます。じゃあせっかくですので藤岡学長にも一緒に歌っていただこうと思います。Thank you.